はい、日本共産党の高橋千鶴子です。時間がもったいないので早速質問いたします。2013年4月施行の改正労働契約法は、同一の使用者との間で締結された2つ以上の有期労働契約の契約期間が通算5年を超える労働者が申し込みをした場合、使用者が承諾したものとみなす、いわゆる無期転換ルールを定めました。当時、有期雇用契約労働者、1200万人の3割、360万人が無期転換になるであろうと言われていたわけです。そしていよいよ来年、2018年4月で施行から5年目となり、本格実施というこの時に、この資料の1枚目があるわけです。朝日新聞の今月4日付でありますが、自動車大手が無期雇用を回避と大きく見出しを打っあります。図がありますけれども、5年っていうのは例えば1年契約を反復5年、通算で5年、あるいは2年と3年などといろいろあるんですけれども、その間に半年間の空白期間を入れれば、それまでの期間をリセットできると。だから、5年の空白からまた1年というふうに数えていくということになるわけですよね。で、そういう形で雇用ルールを変更したと報道されております。で、総理は22日の参議院の本会議で、我が党の山下芳樹議員の質問に対して、無期転換ルールを避ける目的で雇い止めすることは法の趣旨に照らして望ましいものではないと答えていらっしゃいます。クーリング期間を使えば無期転換を避けることができることは実は最初から分かっておりました。質疑の時に、この5年前の時に議論をされていたし、私自身は改正案に対してこれを削除する修正案も出したわけであります。結果として法の抜け穴を用意し、雇い止めのツールにされてしまったと言えないでしょうか。大臣。加藤大臣。まずクーリング期間が労働契約上法上設けられた趣旨でありますけれども、クーリング期間を設けない場合、例えば有期労働契約を締結し、3年間働いた労働者が一定期間を経過した後に、再度同じ企業に働こうとした場合に、企業が雇うことを躊躇する恐れがあること、また通算された期間の記録と永久に保存しなければならないのは実務上の問題がある。等を生じることを防ぐために、そうしたクーリング期間が設けられたというふうに承知をしているところであります。で、総理が言われたようにですね、これは明らかに脱法的に、例えばクーリング期間があって、またその先にさらに雇用の、予約というんでしょうか、そういったことをすると、こういったことについては非常な問題があるというふうに思っておりますので、そういったことを含めてですね、しっかりとこの無期転換ルールというものが円滑に行われるように、われわれも周知啓発に努めていきたいというふうに思っております。高橋千鶴子君。脱法という言葉を使われました。調査を今、されているということでよろしいですか。加藤大臣。都道府県の労働局を通じて、自動車メーカー10社について、有期労働契約の終了後6ヶ月を経過するまで、当該労働者の再応募を受け付けてない運用をしているかどうか、あるいは6ヶ月経過後の再雇用を約束しているかなどについて実態調査を行っているところでございます。高橋千鶴子君。調査を踏まえて、今おっしゃったように脱法であると、その立場を、明確にした指導をしていただきたいと思うんです。ジルPT 労働政策研究研修機構の調査では、フルタイム契約労働者について申し込みがなされた時点で無期に切り替える、あるいは5年を待たずに無期にする、これ合わせると 65% が無期転換すると答えているんですよね。で、これ最初の調査の時には 41.2% でした。ですから無期にするという人が増えている。そういう中で、こうした大手企業の、法抜け行為というのは他の産業にも波及されかねず、絶対に、認めてはならないと思います。で、最初に大臣がおっしゃった、5年働いた後も同じ事業所に再就職することもあるからと、それが困難になるからということは答えていたわけですよね。ただそれはさっき事業所が就職するっておっしゃったんですけれど、当時の答弁は就職労働者の
再就職の権利というか選択を狭めてはならないという答弁で、なんかこう労働者の立場に立ったような言い方だったわけです。でも実際はやっぱり業界の要望に応えてバランス感覚というかね、そういう中で生まれたものであったということで、改めてね、指摘をしておきたい、このように思います。で、もう一つ、あの時の議論で指摘をしたことは、無期転換をするんだけれども、有期の時と労働条件が変わらないということ、無期であるという以外は変わらない、つまり給料が上がるわけでもないし、ということも問題としました。ただ、その時の答弁は、雇用が不安定であって、雇い止めを恐れて年給などの権利を十分に行使することができないといった課題を解消することがまず大事と、西村副大臣でございました当時はね、無期転換によって雇用不安をなくし、労働者としての権利行使も容易にして安心して働き続けることができる、あるいは正社員へのステップにもつながると言ったわけです。私は、100歩譲ってですね、雇用の安定、まずはそれを事態を目指すんだってことは大変重要だと思っております。そこで改めて聞きますが、労働契約法の無期転換ルールは雇用の安定化を望んだものか。加藤厚生労働大臣。いわゆる無期転換ルールの規定は、有期労働契約の乱用的な利用を抑制し、有期契約で働く方の雇用の安定を図るために設けられた規定である、とこういうふうに認識をしておりますし、厚生労働省としても企業においてこうした法の趣旨に沿った対応がなされるよう、有期契約労働者の正社員転換、また無期転換のための企業の取り組み、こういったことを後押しするなど、周知啓発や支援にも努めていきたいというふうに考えているところであります。はい、高橋静子君。はい、資料の2枚目に厚労省のホームページをつけておきましたが、無期転換ルールで実現する雇い止めの不安がない生活と、なかなか力を入れておりまして、可愛らしいイラストで、平成30年4月まであと130日とカウントダウンをしております。これをプリントアウトしたのが2日前でしたので、今日はあと128日ということになると思うんですけれども、そういうね、ワクワクして待つ状況ならいいんですよね。そうなってないから今問題にしてるんですけれども、東北大学の非正規職員の大量雇い止め問題について今年3月24日の本委員会で指摘をいたしました。実は組合の方たちは今私が紹介した無期になっても処遇が変わるわけじゃないことは知ってるんだけども、でも雇用の安定が欲しいと、無期というだけでも良いと言ったんですね。やっぱり雇用の安定がまず第一歩というのはその通りだったと思うんです、労働者にとって。それとてもよく分かりました。ところが東北大学は2014年の4月に就業規則を変更し、これまでは更新の上限は3年と決めていたんです。決めていたんだけども、実際は協議の上更新をして、長く反復更新をしていました。だけどこれを更新は5年までとして、それをもうこれ以上しないってことを決めてしまったんですね。ただし2014年からそれを始めますと2019年で5年目を迎えますので、無期転換ルールにかかっちゃうわけなので、就業規則を決めたときにあろうことか1年遡って、つまり過去に戻って、この契約は2013年4月から始まったと変更してしまったんですよね。それで来年4月でちょうどよく雇い止めになると、これはちょっといくらなんでもひどいんじゃないかという指摘をしたわけです。3200名超える非常勤職員のうち来年4月で1138名が期限を迎えます。大学側は3年上限を5年にしたんだから不利益変更ではないと説明したんですね。だけど今までは更新ありとあったものを例外ないと言い切ってるんですから、これ不利益変更ではないかと思うんですね。まして労基法の第11条には就業規則の変更手続きに関しては労働基準法90条の定めによるとあるんですね。で、90条というのは就業規則変更するとき、あるいは作成するときは組合または過半数代表の意見を聞かなければならない。そして第2項には使用者はその聞いた意見をね、書面を添付して届けなきゃいけないとなってるわけですよね。局長に伺いますが、これ東北大学の手続きは適正だったんでしょうか。山越労働基準局長。
お答え申し上げます。労働基準法第90条におきましては、今ご指摘もございましたように就業規則を作成変更した場合には、事業上に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、その組合、そういった組合がない場合においては、労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなければならないというふうにされております。また、この就業規則を作成変更する場合には、これを労働基準監督署に届けなければいけないわけでございますけれども、その際にはこの意見を記した書面を添付しなければならないことされておりますけれども、具体の事案につきましては個別の事案でございますので、ご回答を差し控えさせていただきたいと思います。はい、高橋静子君。はい、あの前3月の質問の時にも、私組合は知らなかったと言っていると指摘をしました。でその時に個々に判断、司法が判断するというような答弁をされたと思うんですけれども、改めて確認したいのは、これ一般論でいいんです。で組合が知らないけれども、もうこれは変更されてましたよってなったら、届け出しなきゃいけないんですから、添付しなきゃいけないんですから、これ違反になるということで、一般論でお答えください。どうですか。山越市労働基準局長。お答え申し上げます。就業規則の変更のその効力につきましては、労働基準法と別に労働契約法の規定がございますので、それに従いまして判断がされることとなるというふうに考えております。それとは別に、今申しましたような労働基準法第90条の規定があって、それは遵守していただかなければならないということかというふうに思っております。高橋千鶴子君。まあ、今精一杯のお答えだったかと思っております。そういうことだと思うんですね。遵守をしていただければならないということですから、ここに見ていただきたいと、私は遵守してないと思います。そこで資料の3枚目を見ていただきたいんですが、まあ、宮城労働局も大変頑張っているんですね。始まります無期転換ルール、これ地下鉄窓ガラスステッカーって書いてますので、地下鉄に貼ってるのかなと、結構目立つように頑張ってるわけなんです。それから無期転換ルールについて、下の方にね、知っている 77%、 導入済み 37% ということで、これは全国の調査ではね、知らない、あるいは制度は改正は知ってるけど中身知らないっていうのが 40.9% ですから、それに比べるとね、周知が進んでるということになると思うんです。そういう努力をしてると思います。だけどそのことによって、制度はよく知っている、だからそれを悪用しちゃったということになっては、大変な労働局としてもね、不名誉なことではないかと思うんです。そこで文科省に伺います。3月の質問の時に、昨年12月に各国立大学法人86ありますけれども、無期転換ルールの対応方針を調査したと。でその結果はまだまとめ中ということで、答弁がなかったわけでありますけれども、一体まあのどれだけの非正規雇用職員がいるのかなっていうことと、対応状況を無期転換もしたってするよって決めたところもあると思いますが、簡潔にお願いします。中川文部科学省大臣官房総括審議官。お答え申し上げます。文部科学省といたしましても、国立大学法人の職員の雇用形態は、この労働関係法令に従って各国立大学法人が経営方針等に基づき適切に定めるべきものであると考えております。そして文部科学省としても、この改正労働契約法の趣旨を踏まえ、各国立大学法人が適切に対応いただくようお願いしてきております。ご質問の各国立大学法人及び大学共同利用機関法人における無期転換ルールへの対応状況に関する調査についてでございます。平成29年3月31日時点では、例えば1、業務の専門性や特殊性を考慮して職種によって異なる対応を行う法人、あるいは2、契約更新に原則として通算5年以内の上限を設けるが、一定の要件を満たした場合に通算5年を超える更新を認める法人、3、契約更新に上限を設けない法人、これらそれぞれございまして、各法人の実態に応じて対応していると承知しております。いずれにいたしましても、文部科学省としては国立大学法人等に対して今後も必要に応じて情報提供等の支援を行ってまいる所存でございます。なお雇用期間が通算5年以上となる有期雇用職員数については、現在調査結果を精査中でございますので、恐縮ですが回答を差し控えさせていただきます。高橋静子君。はい、
あの時に資料は公表していただくというお約束をいただいたので、いただいた資料を見ますとね、上限を設けないと、つまり無期転換になると思うんですが、6法人あったと思うんですね。でそれがその後その時はずっと見ていきますと、秋田大学、浜松医科大学、愛知教育大学、京都大学、三重大学、奈良教育大学とあったと思います。でその後ね、名古屋大学や山形大学などが、事実上ね、無期転換を行うということを発表しているということではないかなと思っているんです。でその後のそれは事実でいいと思うんですけれども、その後の対応、要するにもう一度調査をするとか何か考えてありましたら一言お願いします。文部科学省中川大臣官房総括審議官。お答え申し上げます。この調査を全体についていたしまして、今後この適用に向けて各大学個別に取り組みをしてまいると思います。この基礎データが揃っておりますので、必要に応じて、しっかりと大学とこの趣旨が伝わるようにやってまいりたいと考えております。高橋静子君。はい。でもう一度局長に伺うんですけれど、この調査に対して東北大学はですね、契約更新に通算5年の上限を設けるが、別途の無期転換制度がすでにあると答えているんです。大変驚きました。別途の無期転換制度、つまり対等だってことですよね、今の無期転換ルールと。じゃあ何かっていうと、一つはですね、もともと上限がなかった方たちがいらっしゃいます。1980年7月以前の採用とかね、そういう方たちは、1割に満たないんですがいるんです。だからこれは聞いてることとは別枠なんですね。でじゃあ一般の非正規職員に対しては限定正職員制度を導入する予定であると答えています。しかしこの限定正職員、もう8月に締め切ってますが、採用規模がどの程度のものなのか発表されていません。1138名が雇い止めになる一方で、そのうち例えば数十名ですよ、あるいは半分とか限定正社員になった、あるいは新規の募集に入れ替わったとなればですよ、これが別途の無期転換制度があるということとは言えない、全く別の次元の問題であるというふうに思いますが、これも一般論でお答えください。どうですか。山越労働基準局長。個別の事案についてのお答えは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論として申し上げれば、有期労働契約で働く方を無期雇用に転換する仕組みを設けます場合において、どのような方を無期雇用に転換するかということは、それぞれの企業において定めていただくべき事柄であるというふうに考えておりまして、行政としてはその適否について申し上げる立場にはないというふうに考えております。いずれにいたしましても、労働契約法第18条でございますけれども、これは有期労働契約の乱用的な利用を抑制するものでございますので、各企業におかれましたこうした法の趣旨を踏まえていただきまして、適切に答えをいただきたいというふうに考えているところでございます。高橋千鶴子君。ですから無期転換制度は一切使わないと、今労働契約法に基づくで限定正社員を代わりの別途の制度があると言っていることは、それは正しくないですよねと。代わり別途それで採用される人がいたとしても、それで無期転換を補ったとか、あるいは代わりになったということにはなりませんよねということだけを聞いています。山越労働基準局長。お答え申し上げます。労働契約法第18条でございますけれども、これは5年を超えて、有期労働契約が反復更新されている場合に、無期雇用に転換する申し込み権を認められるという制度でございまして、こうした場合にはこの権利がいずれにしても発生するということでございますので、そういうことかというふうに思います。高橋静子君。ですからやらないって言ってるんです。一切対象はないと、やらないと言ってます。前はやってました、やるつもりだったけれど今やめてる、やらないと。その代わりに今言ってるように別途の制度があると言って限定正社員にすると言ってるんだから、それは違うでしょうということを言ってるんです。そうじゃないですか。山越労働基準局長。
お答え申し上げます。無期転換制度を設けるかどうかというのは労働契約法等に定められている問題ではございませんので、これはその別途労働契約法第18条に定める、無期転換ルールとはまた別途のものだというふうに考えております。いずれにいたしましても無期転換ルールとか雇い止め法につきましてはこれは労働契約法で定めます、民事法規でございますので、この問題については、司法において判断されるべき問題だというふうに私どもは考えているところでございます。はいはい、高橋千鶴子君、はい、そういうことなんです。別途のものなんです。だからそれで採用される人が一部にあったとしても無期転換を設けたからいいんだという代わりになったということではないと、そのことだけを確認をさせていただきました。実際に申し込んだけれど採用枠がないからと言われて上司からハンコもらえなかった人もいるんですね。たくさんいます。だったら就職活動した方が良かったよと、退職するしかないと悔しい声が聞こえています。これでね、別途制度を設けたなんて言わせてはなりません。名古屋大学では財政は厳しいけれど法の趣旨と働く人々の意向も踏まえたと答えているんです。そういう立場に立っていただきたいと思います。東北大学は学部生と大学院生合わせて約1万7000名の学生を抱え、正規職員は6200名、合わせると1万名の雇用なんですね。教職員、本当に地域経済にとっても多大な影響があります。2013年5月の人事改革プロジェクトチームの報告書の中でも、もう正規職員の削減を非正規で補ってきたことによって、もう臨時的とは言えない労働力になってきていると、スキルの蓄積にもう支障をきたしていると、こういうことを大学自身が言ってるんですね。やっぱこの立場に立って、本当に本来 の役割を果たしてほしい、雇用を守るっていうことが大学の発展にとっても大事なことなんだという立場で、援助していただきたいということを文科省にも厚労省にも求めたいと思います。今日もう一つ質問があるので、ここは要望にとどめたいと思います。審議会もしよければ退席されても結構です。で、次に建設アスベスト訴訟について、質問をいたします。資料の丸5は10月28日の神奈川新聞、東京高裁が国と建材メーカー4社に対して賠償命令を出したと報じております。これ14件全国で集団訴訟が起こっておりますけれども、2審としては初めての判決であること、メーカーの賠償責任を認めたのは3度目、国に対しては時期はね、責任時期は少しずつずれてはいるんですけれども、原告の7連勝、ほぼ確定と言えるのではないでしょうか。10年に及ぶ裁判の中、首都圏の原告542名中385名がすでに死亡されています。これ以上裁判を長引かせるのではなく政治決着をしてほしいと原告らは求めておりますが、第一の所見をお願いします。加藤厚生労働大臣。今のやつは横浜建設アスベスト訴訟1審と2審とこう言われるものでありますけれども、現在国としては上訴しているところでございます。この上訴した理由としてはですね、国はその時々の知見に応じて適時かつ適切に措置を講じて、あるいは強化してきた。そして過去の最高裁判決に照らせば国の規制権限の不行使が違法であったとは言えないというふうに考えられること、またまだこれ以外にも訴訟がございます。そういった影響等を勘案し、関係省庁で調整をした結果として上級審の統一的判断を求めるべきであるという結論に至っているところでございます。高橋静子君。はい、そうおっしゃると思っているわけですが、続けて言いたいと思います。石綿灰については50年代、肺がんや中皮腫などは70年代に石綿との因果関係がありと医学的知見は確立されておりました。1972年に ILO あるいは WHO が石綿による発がん性を指摘したにもかかわらず、1974年には石綿の輸入量は35万2110トンでピークに達しておりました。石綿使用禁止とされたのはそれから30年後とあまりにも遅すぎると思います。昨年度の石綿関連の労災請求件数は1106件で前年比 4% 増、支給決定件数も981件、 1.2% 増と今も増えております。で、資料の ⑦ にこれ分かる限り遡ってもらって、1979年
これ19件から始まっていますけれども、これずっとね、コンスタントにあって、2016年の、速報値で1055件ということに増え、あるわけです。で、救済法による特別遺族給付金もこれは2006年から始まっていますけれども、トータルで1540件が労災認定されております。で、めくっていただいてですね、そのうち死亡数を出していただいたのが、最後の資料なんですが、これはもう昭和38年1963年から遡るわけですね。そして今1万973名で、そのうち女性が340名もいるというのもかなり衝撃で、多分製造の現場ですとかね、さまざまなところであったのかなと思っております。10年から40年とも言われる長期潜伏期間、震災による解体工事などで石綿暴露が懸念されるなど、まだまだ石綿による症状だと気づいていない潜在的な患者、あるいは亡くなった方、今後も発症するであるあろう患者は相当するいると思います。大臣はその認識を共有されるでしょうか。加藤厚生労働大臣。今委員からも指摘ありましたけれども、この石綿による疾病、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが特徴で、例えば中皮腫の場合には多くが35年前後という長い潜伏期間の後に発症するというふうに承知をしておりまして、ここ10年間の石綿による疾病の労災請求件数にお示しいただいた資料にもありますように、1000件台で推移をしておりまして、過去の石綿の使用状況や35年という潜伏期間をこれを考えますと、今後もですね、どういう水準で推移していくのではないかと、こういうふうに見ているところでございます。いずれにしても石綿による疾病の労災請求に関しては迅速かつ適正な決定に取り組んでいきたいと考えております。高橋静子君。はい、まず同水準で推移していくのではないかという認識が示されたと思います。で、昨年度の石綿関連労災の統計で見ますと 55.5% が建設業なんですね。輸入石綿の大部分が建材に使用されたために、建設業従事者が最大の石綿被害者とも言えるのではないか。ただ一人親方が労働者ではないとして認められてきませんでした。ダクトや配管工、保温工などそれぞれ同じ現場で働いていたのに労働者ではないからと認められないのは理不尽だと思います。またメーカーとの関係ではね、全く区別がないと思うんですね。で、そうした中、今回の高裁判決では、一人親方でもこう実質のこうの働き方のこう形態を見て、例えばもう工務店を退職してるんだけれど、それは工務店の都合によって依願退職であったもんだから、その後も同じ仕事してましたとか、そういう人を国の責任8年ってちゃんと認めてる、そういうことがやられているんですね。で、今年国土交通委員会で議員立法で建設従事者の健康安全確保法も出されており、通っておりますし、そういう点でもね、一人親方に対してのやっぱり救済っていうのが非常にこう注目されるのではないかと思うんです。で、もう一つ興味深いのは、メーカーの共同不法行為、これ立証されませんでした。大変厳しい、それぞれに一人一人こう場所が違うし、で、いろんなところに行っていろんな建材使っているということで、これまでにない特質を有すると明記をしているんですね、判決文の中に。だけども、例えば当時のシェアとかそういうのを見て43社のうち 4社を絞り込んでいった、そういう点では私は、ね、大変ヒントになると、こういう手法というのは。で、別に高裁判決だけがそれができたではなくて、一審の判決を踏襲しながら認めているんです。ここがとても大事なところでですね、そこで言いたいことは、原告らが求めている給付金制度、メーカーを絞り込むのは困難という壁も破ったし、一人親方についても一定の見解が示されました。こういうことをヒントにして、やっぱり国とメーカーの共同責任で救済制度に踏み込んでいくべきではないか、いかがでしょうか。加藤厚生労働大臣。基本的には先ほど申し上げた答弁に尽きるところでございます。また一人親方等について、係争中の案件でありますから、
その中身についてはコメントを差し控えさせていただきたいというふうに思っております。ただいずれにしてもですね、国としては労災保険による保障制度、あるいは住民に対する石綿健康被害救済制度、こういった制度を設けておるところでありますので、こうした制度をしっかり周知をし、その実施、救済制度の実施にしっかりとまずは取り組んでいきたいとこう考えております。はい、高橋静子君。これで終わりますが、原告らの交渉の場でメーカーの皆さんは、今回の責任が問われたメーカーの皆さんは、国が言ってくれれば自分たちも考えるということを言っておりますので、ぜひ前向きに取り組んでいただきたい、このことを強く求めて終わりたいと思います。ありがとうございました。